G7 デジタル会合が来月本県でも実施されますが、そういった事象の下でもですね、大規模な災害などが発生したときには本県だけではなくですね、近県とも連携した対応が必要となってきます。そういったところの連携も含めた訓練を今回は実施いたしました。今日ですね、少し風が強めの状況下でした。その中でもしっかりとですね、本県の県警ヘリだけではなく埼玉県警のヘリもですね、離着陸ができたということで練度が上がったのではないかと思っておりますので、非常に有意義な訓練だったと考えています。航空隊としてですね、さまざまな上空からの警戒であるとか、そういった対応も出てくるとは思うんですけども、何かあったときはですね、臨県とも連携をして対応していきたいと考えております。